武鉱山周辺の地形図南東から、武鉱山は、埼玉県秩父地方の秩父市と横瀬町の境界に位置する山である。秩父盆地の南側にあり、標高は1304メートル。日本200名山の一つに数えられる。秩父地方の僧者である、秩父神社の神奈美山である。無形文化遺産の秩父夜祭りは、武鉱山と強い関わりがあるとされている。別名を、 秩父学、妙見山、竹光山とも言う。固有種の秩父岩桜をはじめ石灰岩地の鉱山植物が群生し、武光山石灰岩地特殊植物群落として、国指定の天然記念物となっている。武光山は北側斜面が石灰岩室であり、石灰岩の採掘が盛んに行われている。石灰岩採掘により、山陽の変化が著しく、 旧山頂はすでに失われている。またこれにより、旧山頂にあった、縄文時代から近代までに至る歴史のあった、新興遺跡、巨岩群も消滅している。南方にあった、火山島が活動を終え、侵食によって削られ、産後礁をまとうようになる。産後によってできた、石灰岩を乗せた三山は、プレートの動きにより北上し、深い海溝に引きずり込まれる。 そして、大陸プレートに押し付けられ、剥がれ落ち、やがて流起し侵食されることで地表に現れた山が、武功山である。日本穂高が、自らの功をこの山の岩室に奉納したという、伝説が、元禄時代の頃から定着した。石灰岩室の山特有の山野草が豊富である。孔術の石灰岩採掘により、北側斜面は、植生がほとんど見られず、 北から見ると白っぽく見えるが、田方向の斜面は、自然豊かな森林となっている。山には、スカシユリや、石灰岩地の武功山特有で、埼玉県気象動植物種に指定される、七部岩桜が見られる。また、伏流水は、平成の名水百選に選定された。武功山の石灰岩は、日本屈指の良質な大鉱床であり、火災鉱流は、 約4億トンと推定されている。山の北側斜面が石灰岩質であるために古くから漆喰などの原料として採掘されていた。明治期よりセメントの原料として採掘が始まり、特に1940年に秩父石灰工業が創業を開始して以降、山姿が変貌するほど大規模な採掘が進められ、特に北斜面で山体の崩壊が著しい。 1900年の測量では、標高は1336メートルを記録したが、山頂付近も採掘が進められたために三角点が移転させられ、1977年には標高1295メートルとされた。元の山頂付近は1980年9月頃に採掘のために爆破されている。2002年に改めて三角点周辺を調査したところ、 三角点より西へ約25メートル離れた地点で標高1304メートルが得られ、国土地理院はこれを武功山の最高地点と改めた14時。そして地図上では1295メートルの三角点と最高地点1304メートルの両方を表示することとした。武功山御嶽神社山頂の社殿登山口の鳥居頂上に水仙トイレがあるが、 雨水を貯めて利用するタイプであるため推薦できないこともあり、冬季は閉鎖。エビー日本の主な山岳標高国土地理院、2016年12月閲覧らに山と、警編集部、昭和東京周辺の山を振り返る山と、渓谷2018年11月号、P46。ありがとうございます。